恋人は、セックス依存症は2012年のアメリカ合衆国のロマンティックコメディ映画。監督はスチュアート・ブルムバーグ。出演はマー・ク・ラファロとティム・ロビンスなど。2012年9月に開催された第37回、トロント国際映画祭で初上映された。日本では劇場未公開だが、2013年11月2日に DVD が発売されている。 セックス依存症に悩む独身男アダムと依存症嫌いの肉食系積極的美女フィービーとの恋愛模様を中心にアダムのセラピー仲間らの姿をユーモアを交えて描く。カッコ内は日本語吹き替えロッテントマトズによれば批評家の一致した見解は恋人はセックス依存症はいくつかの素晴らしい演技を披露しているが その厄介な題材を十分に深く掘り下げて描いていないのは問題である。であり、117件の評論のうち高評価は51%に当たる60件で、平均点は10点満点中5.60点となっている。メトクリティックによれば、38件の評論のうち高評価は14件、賛否混在は21件、低評価は3件で、 平均点は100点満点中54点となっている。ありがとうございます。